イテム番号 SCP-714-JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-714-JP は、SCP-714-JP、一群と共に標準的人型オブジェクト収容棒に収容します。収容リスクの低減及び管理の簡便化のため、SCP-714-JP と SCP-714-JP、一群を分離するための試みを継続します。いかなる状況においても、SCP-714-JP を収容している収容棒25歳未満の人物が侵入することは許可されません。標準的人型オブジェクト収容プロトコルに加え、薬理学部門にて調剤する幻覚誘発剤 M714JP を、同部門にて指示する用法及び用量で投与します。さらに2週間に1度、15歳未満の小児を模した5体の等身大人型を収容棒内に導入します。パフォーマンスの終了後、人形は回収します。説明 SCP-714-JP はかつて標準的な35歳、収容時、の日本国籍を持つ男性であった人型存在です。また、回収された地域ではよく知られた大道芸人であったことが確認されています。SCP-714-JP、一群は SCP-714-JP が着用している衣類群であり、以下の構成物からなります。両者を分離することは SCP-714-JP の協力的態度にもかかわらず現在まで成功していません。衣服、上着と下衣が繋がっている。SCP-714-JP に向き合ってみて身頃の右半分は黒一色、左半分は白と黒の皮脂型が交互に敷き詰められた模様であり、袖は白である。SCP-714-JP の体格に対してかなり大きめである。二股帽子、衣服の身頃とは左右が逆の配色である。先端には鈴がついている。器物、つま先が足兜側に湾曲している。仮面、赤い丸付け鼻、巨大に描かれた目及び口を特徴とする。SCP-714-JP は SCP-714-JP、一群による精神汚染を受けていると見られており、自身が発揮する異常性を正常に認識していません。また、インタビューにより SCP-714-JP、一群に関して極めて肯定的な感情を抱いていることが判明していますが、これが SCP-714-JP、一群の異常性に由来するものかは断定に至っていません。SCP-714-JP は SCP-714-JP、一群との接触以前には異常性を有していなかったことがインタビュー結果から推測されており、SCP-714-JP が対外的にもたらす影響はすべて SCP-714-JP、一群に由来するものであると見られています。このことから、両者を分離する試みが走行した場合、SCP-714-JP、一群が SCP-714-JP に再分類される見通しです。SCP-714-JP 及び SCP-714-JP、一群に関する実験は、主に異常性発現の条件を明らかにすることを目的に設計、実行されました。その中で、SCP-714-JP が対外的に影響をもたらすのは、同オブジェクトが生活年齢が15歳未満のホモサピエンスを直接視認した時であることが示唆されています。SCP-714-JP に暴露した人物、以下、犠牲者、は、当人の平時の性格や思考に関わらず、SCP-714-JP に対し極めて友好的かつ好意的になります。また SCP-714-JP は犠牲者の身体構造を未知の手段により変容させ、これを用いて自身がパフォーマンスまたは大道芸等と称する異常行動を行います。この身体変容は瞬時に行われ、また不可逆かつ多くは大規模なものであるにもかかわらず、犠牲者は苦痛や恐怖といった感情は表出せず、むしろ肯定的にこれを受け入れます。この異常な影響や反応は、異常行動が収束した時点で通常想定されるものに変化します。実験ログへのアクセスを希望する職員はグループリーダーにコンタクトを取ってください。インシデントレポート。インシデント 714JP、10000、2013年02月4日、11時15分 AM、収容棒から SCP-714JP が前兆なく消失し、機動部隊を動員した捜索により収容サイトから 40km 離れた中学校で発見、再収容されました。インシデント当時校内にいた同校の生徒のうち、名が犠牲になりました。目撃しやらに破記憶処理を施行し、暴漢による無差別殺傷と集団パニックによる幻覚に関するカバーストーリーが展開されました。インシデント 714JP、2インシデント 714JP、1の2週間後、同様の消失及び再出現が発生しました。
エリクソン定石研究員による SCP との類似性の指摘並びに提言に基づき、再出現先として想定される地点にフィールドエージェントを派遣しておいたことにより、SCP-714-JP は被害が発生する前に鎮圧されています。上述の類似オブジェクト並びにインシデント群から類推し、消失及び再出現について、概ね2週間を超えてパフォーマンスを行わなかった場合に発生する。転移先は小児が多く集まる施設等に限定される。ものと見積もり盛られています。2013年02月20日、特別収容プロトコルが現行のものに更新されました。牧岡定石研究員の提案に基づき、SCP-714-JP は幻覚誘発剤 M-714-JP の投与下に置かれます。現在、SCP-714-JP は M-714-JP の作用により生きている人と人のサイズと形状を模した人形の区別がつかず、かつ人形と、意思疎通を人と行うのと同様に行っている、と誤認している状態になっていることに留意してください。インタビューログ 714JP、3。インタビュー日時2013年06月27日。実施姿か面接官、ログでは、インタビュアー、と表記。対象 SCP-714JP。記録開始、インタビュアー SCP-714JP、インタビューを開始します。SCP-714JP、沈黙、子供たちに合わせてください。インタビュアーその、子供たち、とは特定の人物群を指すものでしょうか。それとも、不特定の、SCP-714-JP に遮られる。SCP-714-JP 子供たちと言ったら、別に誰とか彼とかじゃない、子供たちです。僕をここから出してください。こんなところに閉じ込められちゃ、子供たちのためのパフォーマンスができない。それか、この前みたいに子供を連れてきてください。ここに来るまでは、月に2回くらいは駅前とか公園とかでやってたんです。インタビュアーあなたは、自分が子供たちに対してどのような行動をしているか説明できますか ?SCP-714-JP、不明瞭、短足、どのようなって、まあ、大道芸ですよ。インタビュアーもう少し具体的に、私が大道芸という言葉を知らないと思って説明してください。何を使って、どのようにするのか。SCP-714-JP 子供を楽器にして、ワンマンバンドをやったり、子供を風船にして、バルーンアートでダックスフントを作ったり、他にもまあいろいろですね。インタビュアー、子供を楽器にする、とは、どのようにして実行するのですか ?SCP-714-JP 例えば子供の、こういう骨の出っ張ってるとことかお化けで打ったら木琴や鉄琴になるじゃないですか。引っ張ったり縮めたりしたらアコーディオンになるし、息を吹き込んだら笛とかハーモニカになるし、それで、多い時は5人くらい使って1人で演奏するんです。だからワンマンバンド。このパフォーマンスのすごいところは、聴いてるだけじゃなくて楽器になってくれている子も一緒に楽しめるところですね。特にトランペットになってくれた子なんかはもう大はしゃぎです。インタビュアーでは、子供を風船にする、とは ?SCP-714-JP 僕の場合はこういう、手でやる空気ポンプを使うんですけど、子供の口から空気を入れたらペンシルバルーンになりますよね。で、それをこう、結んだりねじったりして、まあダックスフントだけじゃなくて帽子とか鼻とか、剣にしてチャンバラもできますよ。これはなかなかコツがいって、ためらわずに一気にやるのがポイントですね。手際が悪いと破裂してしまうので、インタビュアー記録によると、それらをされた小児は例外なく身体構造または蘇生、あるいはその両方が変容しており、またおよそ7割が死亡しています。このことについてはどう考えていますか ?SCP-714-JP、ま、は、インタビュアー質問に答えてください。SCP-714-JP 何を言うんですか死亡インタビュアー死亡です。この光景に身に覚えはありませんか菅坂面接官はインシデント 714JP1 の際の記録映像を SCP-714JP に提示した。SCP-714JP は激しく動揺。インタビューは SCP-714JP が落ち着くまで中断されたインタビュアーもう一度聞きます。先ほど見せた光景に覚えはありませんか ?SCP-714JP1、違う。僕じゃない。僕じゃない。激しい逆息と絹ずれの音インタビュアー時の質問です。あなたが言う、小児を使ったパフォーマンス群、それらは最初からできたことですかそれとも、何らかの明確な契機があり可能になったことですか ?SCP-714JP、15秒程度の沈黙、契機というか、初めてやったのはこの服、SCP-714JP、1群を示す、起きてからですね。
この服を着た途端にひらめいたんです。せっかく楽しいことをするんだから、みんなで一緒にしたらもっと楽しいぞって。そしたらもう、子供たちの喜びようと言ったらすごいんですよ。こういう変わった衣装を着ているってのもあるんでしょうけど、それまでとは食いつき方から何から違って、おとなしそうな子やちょっと混ぜた感じの子も。僕がパフォーマンスを始めたらまるで人が変わったようになるんです。インタビュアー、発言を促す。SCP-714JP 最初は半分趣味、半分遊びくらいのつもりで始めた大道芸ですけど、今となっては僕の生きがいなんです。うまくいかない時も多かったけど、この服を着てからはすごくウケるようになって。僕のパフォーマンスを見て嬉しそうにしている子供たちを見ていると、こっちまで嫌なことも忘れてしまうくらい嬉しくなるんです。激しい絹ずれの音、お願いです。子供たちに合わせてくれませんか。インタビュアー残念ながら、あなたはこの部屋から出てはならないことになっています。SCP-714JP だったら、それでもいいです。その代わりに、ここに連れてきてもらえませんか、子供たちを。私の大道芸を見てもらうために。絹ずれの音が激しくなる、もう、大道芸がやりたくて、たまらないんです。インタビュアーその要望はすでに承認されています。次回は4日の日を予定しています。SCP-714JP ありがとうございます。本当にありがとうございます。インタビュアーインタビューを終了します。記録終了、終了報告書 SCP-714JP の現状への不満や疑問は、おおむね無視できる程度と言えます。M714JP と人形さえ与えていれば、喜んで収容されてくれるでしょう。不帰等インタビュー直後に行われたパフォーマンスの際、SCP-714JP、1群のうち、仮面の左頬骨に当たる箇所に水滴型の模様が出現しました。インタビュー内容との関連性が慎重に議論されています。